Late night in the Hollywood Hills, starlight.飲んで騒いでお酒を飲むのがもう本当に大好きでどうしようもないやつですけど、こんなんでいいのかなって思うぐらい人の縁に恵まれてますね。駅で終えるんだったら駅で終えるとかね、2番じゃ同じ組織でより力を合わせて伸びていかなきゃいけないので、遠慮なく悪いところは悪い、いいところはいいってお互い意見をぶつけ合って、誰もそこで怒らないんですよ。自分のためにお金をもらった、成長するための情報をいただいたっていうふうにみんな認識して、素直に仲間の意見を聞けるようになってます。コミュニケーションを密に取りながらやっておりますね。いっぱいやね。とにかく相手の話を聞いて、そして楽しい空気を作ることですよね。自分はこうやってるんだって誇りに思ったこともないし、ただ楽しんでるなって。どうせだったら楽しく、そして夢のある仕事にしたいなって。一生懸命そして楽しくやっていけたら、子供たちにその背中も見せられるかなと思って。